直球を捉える近未来の4番、虎の若き長距離砲がやっとお目覚め。貯金を作って2位をひた走る阪神タイガース。守護神湯浅の離脱、エース青柳晃洋の不振がありますが、シーズン序盤はドラフト1位ルーキーの森下翔太がオープン戦の活躍もあり、ライトのレギュラーを勝ち取りました。しかし森下は開幕して5戦ほどは調子が良かったものの、その後失速し2軍降格を命じられました。森下降格後に4月30日現在まで多くをライトスタメンで出場した選手がいます。みんなが待ってるあの長距離砲です。その選手の経歴は、その名前は井上康太。井上は履正社高校出身の高卒4年目、高校通算49本塁打。恵まれた体格を持ち、履正社では外野手として1年夏からベンチ入り、2年秋からは4番としてチームを引っ張りました。2年夏の北大阪大会では準決勝で根尾、藤原擁する大阪桐蔭に敗れ、甲子園出場を逃しましたが、3年夏の大阪大会で井上は7試合で打率4割7厘4本塁打の活躍でチームを甲子園出場に導きました。甲子園でも打率3割8分5厘3本塁打14打点と活躍、履正社初の甲子園優勝に大きく貢献しました。そしてドラフト2位で阪神に指名されました。長打力がとても魅力であり、当時谷本球団副社長は、しっかり振れるし、当たったら飛んでいってすごい本塁打を打つ、最初の打席で見逃したスライダーを初球打ちしていた、すごいパワーだと見ていましたと、井上の持っているパワーを高く評価しました。プロ入り後は1年目から2軍のウエスタンリーグの本塁打と打点の部門でリーグトップを争い、この活躍により10月に1軍初昇格を果たし、7番ライトとして中日戦でスタメン出場しました。その後再び2軍に降格し、主に4番として出場。69試合の出場で打率2割2分6厘、本塁打9、打点36を記録しました。2021年は打率2割6分7厘、9本塁打、50打点を挙げ、ウエスタンリーグの打点王に。2022年は打率2割2分2厘、11本塁打、70打点で、打率こそ低いものの、ウエスタンリーグの最多安打に輝きました。そして2023年4月19日に6番ライトでスタメン出場を果たすと、20日の広島戦ではタイムリーを放ち、27日の巨人戦では3安打4打点と活躍して、自身初となる猛打賞を記録しました。そして28日のヤクルト戦では先制のタイムリーを放つなど、一軍でも存在感を見せ始めています。井上は確実に成長してきています。何が井上にこのような成長をもたらしたのでしょうか。成長の理由とは。2020年高卒1年目の井上に対して、北川2軍打撃コーチは課題としてこのように指摘していました。自分の中で難しく考えて打撃を難しくしてしまう傾向がある。例えば直球を安打した次の打席では、まっすぐはもう来ないんじゃないかと勝手に思い込んで直球を見逃してしまう。まだ追い込まれてから対応する力もないんだから、どんどんストライクを打ちに行く形を見せないとダメだ。相手の配球を無理に読もうとして初球のストライクを見逃して後手に回るのが当時の井上の凡退のパターンと化してしまっていました。そこから抜け出すために、北川コーチは早いカウントから仕掛けていく高級筆打の姿勢を求めました。相手にこいつ全部直球待っているなと思われるぐらいでいいんですよ。意識を変えれば井上の場合は特に変わると思います。やっぱり当たれば飛ばす力を持っていますからね。このように積極的にストライクを振っていくことを指導していき、3年が経ちました。高卒4年目の現在、北川コーチのこの指導が花開いてきています。28日のヤクルト戦では、侍ジャパンの一員でもあった高橋奎二の初球のストレートを積極的に振り抜き、見事に貴重なタイムリーを放ちました。チャンスだったので相手もボール先行になりたくなかっただろうし、初球から思い切って打てた。やっぱりストライクから振っていかないといけない。振ることで相手も考えて違うボールだったり違う配球になってくるので、と試合後に井上は話しました。
この打席から井上の大きな進化がうかがえます。北川コーチの指導通りの高球筆打の意識が井上に定着しており、その姿勢がタイムリーを生み出したのです。この一本はたかがヒット一本かもしれませんが、井上の今後のプロ野球人生を語る上で大きな意味を持つ一本になったかと思います。さらにこの試合に関して言うと、このタイムリー以外は凡退に終わりましたが、5打席中4打席はファーストストライクから仕掛けており、井上の積極性の高さは明らかに見て取れます。この北川コーチの直伝の高球筆打の姿勢こそ、井上の1年目からの大きな進化です。大スラッガーとの比較。2022年シーズン終了後、井上には合同自主トレをお願いし、師弟関係となっている現役選手がいます。巨人の岡本和真です。技術面でも多くのことを学びましたが、気持ちの面を学んだことが大きかったと振り返っています。和真さんからは、根拠のない自信が大事、自分が打たないと負ける、自分がいなかったら優勝できない、技術も大事だけど、そういう気持ちも大事になってくると教えてもらったと井上は話しています。井上が目指し目標としている選手、岡本。井上と岡本は高卒であること、高卒4年目に一軍で活躍し始めたことなど共通点が多いです。ここで井上と岡本の過去の成績を比べてみます。岡本の高卒1年目から3年目までの通算の2軍成績は261試合、948打数、打率2割6分4厘、長打率4割3分9厘、OPS 7割7分1厘、29本塁打、145打点です。そして井上の高卒1年目から4年目現在までの通算の2軍成績は265試合、1005打数、打率2割3分7厘、長打率3割9分9厘、OPS 6割9分3厘、33本塁打、169打点です。この2人の2軍成績はとても類似しています。打率は岡本の方が高いものの、本塁打と打点では岡本よりも井上は優れた成績を残しています。打数が井上の方が少し多いことを考慮しても、井上が岡本のような長打力のある右の長距離砲になれるポテンシャルを十分に秘めていることがわかります。岡本と井上、この二人は師弟関係でもあり、二軍成績でも類似しています。二人が将来セリーグでタイトル争いを繰り広げる姿をぜひ見てみたいです。今後の課題はコンタクト、インコースのさばきは長所。井上は28日終了時点では3割1分8厘と高い打率を残せていましたが、29、30日とヒットが出ず、打率は2割4分1厘まで下がってしまい、30日には試合途中でライト板山に交代を命じられました。井上には未だに明確な弱点があります。それはズバリコンタクト能力の低さ、三振の多さです。二軍において2020年の三振率は 38.7%、 2021年は 37.2%、 2022年は 34.7% と二軍でも三振率が高いです。そして一軍では2023年5月4日時点で30打数で三振数は17個、三振率は 56.6%。 安打が7なので23個のアウトのうち17個が三振と、三振が非常に多いです。岡田監督は30日のヤクルト戦終了時に、ちょっとあかんな、そらずっと調子いい状態は続けへんよ、そんなの、そんなん続くんやったらもっと早い時期に一軍で試合出てるよと言っており、井上がレギュラーとして定着するにはまだ時間がかかるでしょう。先ほど岡本と比較しましたが、岡本の一軍通算成績から三振率を算出すると、2743打数で574三振なので 20.9%、 井上よりも三振する確率はかなり低いです。井上が岡本のようなチームを代表する打者になるには、三振を減らすのが必要不可欠になるでしょう。三振をフォアボールに変えたり、バットに当てて前に飛ばせば何かが起きますからね。井上が甲子園で巨人先発山崎伊織のインコースのシュートを
レフトライン際に二塁打を放った際、阪神 OB の鳥谷隆氏は、インコースの球をしっかり引っ張っているので、ナイスバッティングですね、と評価。さらに、キャンプ中もそうですけど、遠くに飛ばせるというのは練習してできることではない。そういうパンチ力を持っているのは魅力的な選手ですよね、と解説しました。能見篤氏も、インコースのさばき方というとね、これだけ上背があって肘を畳んで打てるバッターとなるとちょっと天性のものがある、思いっきり振っているような感じには見えないんですけど、打球自体が飛んでいくと評価しました。井上はまだまだ発展途上です。今後コンタクト率を上げることができれば、将来の阪神を代表する打者になれますね。今年は一軍でベンチ入りしていますから、その中で何かを掴んでヒットを放ってほしいですね。今回の井上康太はいかがでしたでしょうか。みんなが待っていた近未来の4番候補、大山雄介に次ぐ右の大砲が出てきてくれたら、阪神打線の厚みが出ますね。井上は4月下旬に活躍しましたが、まだまだ確実性に乏しく練習が必要ですね。井上が一軍でレギュラーに定着したら、佐藤、大山、井上の準国産クリーンナップが組めそうで、これは楽しみです。井上康太の将来性、期待感についてご意見がありましたら、コメント欄に書いてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も動画を見てくれてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。